ニコを好きすぎて夜も眠れなくしてあげちゃう。本当に眠れてない？ちょっと大丈夫なの？新しい力が目覚めるわ。は？あんた見たのね、あの写真。どっちから見せられたの？カナタ、それともしずく？どっちもか。そう？まあ当然って、やっぱり納得いかない。どうせ撮るなら綺麗に泣いてる時にしてほしいわ。なのにのぞみのやつ。まあ確かにそんなこと言ってたし、私も勝手な行動したのは悪かったと思ってるけど、でも絶対半分は面白がって撮ったのよ。じゃなきゃあんな危機として見せたりなんかしないわよ。くっ、次は絶対泣き顔さらすような失態は演じないわ。ああいや、別にそういうわけじゃないわよ。もしこの先また行くことになったとしたらって意味。次は何が何でも都合をつけなさいよね。二度も欠席なんて許さないんだから。行くに決まってるでしょ。この世の温泉は全てニコニーの美貌を磨くためにあるんだから。何が？あんたも気づいてたのね。温泉効果によってさらにパワーアップしたニコニーのきらめきに、肌はもっちりマシュマロのような弾力、触り心地はシルクみたいにツルツルスベスベ。あの旅行で誰にも負けない無敵のボディを手に入れたのよ。その目は触りたいって目ね。いいわよ、特別に触らせてあげる。ほい。いいよ、ちょっと腕出してあげたのに、なんで顔を触るのよ。もうおしまい。触りすぎ。あの旅行でも何回も入ったんだけどね、正直私も想像がつかないわ。これ以上綺麗になったらと思うとちょっと怖いくらいよ。言ってくれるじゃない。じゃあなおさら次の温泉旅行は欠席できないわね。泣き、それはもう忘れなさーい。ようこそいらっしゃいました。当旅館のおかみ矢沢ニコでございます。驚いたみたいね。本当におかみじゃないのかって？違うわよ、今日はこの温泉街のイベントに出演するの。ほら、服もステージ衣装でしょ。この旅館にあんたが向かっているのがイベント会場から見えたから、ちょっと驚かせてあげようと思ったのよ。
それにしても私に黙って一人のんびり温泉入りに来たわけ？生意気ね。決めた！あんた今日のイベントが終わるまで帰っちゃダメよ。なんでかって？そんなの決まってるでしょ。あんたにはこの旅館でイベントで疲れたニコニーをたっぷりおもてなししてもらうからよ。ぐるなんていい度胸してるじゃない。ニコがたっぷりお返ししてあげるわ。やだ、ちょっと何するのよ。何よそれ。